School of Lock. Girls Locks. Girls Locks. 生徒の皆さんこんばんは。スクールオブロックの女子クラス3週目担当、そして写真部部長の平手友里奈です。あ、違う私世界だと思った。イントロのピアノのやつかと思った。でもピアノは合いましたね。ピアノの遊んじゃった。昨日は FIFA ワールドカップロシアの中継の関係でスクールオブロックが時間割変更になって、それに合わせて女子クラスも休校になったので、私は2日ぶりの登校です。さあ今日は写真部の活動報告、部員のみんなから写真部宛てに届いた写真をチェックしていきます。この写真は写真部のサイトにアップされているので、生徒のみんなも一緒に写真を見ながら授業に参加してください。1枚目、群馬県16歳女の子、三森スカイさん。晴天で風もない日に母ちゃんに髪の毛を切ってもらいました。今までに2回母ちゃんに髪の毛を切ってもらっています。母ちゃんは美容師ではありません。なのでいつも失敗して変な髪型になります。すごい。あ、でも私の不協和音とかそれくらいの長さかな。髪の毛切ってるんだ。だってもう夏ですもんね。長かったら暑いですもんね。私も今長いけど、ちょっとどうしようかなって悩んでるんですよね。ね、でも切った方がさっぱりですよね。だから切るのはおすすめです。シャンプーとか絶対楽だし、長いか本当大変だなっていつも思います。はい、じゃあ続いて2枚目いきます。神奈川県26歳、女、見た目は男、日体大の長老。なでしこリーグの試合前に欅坂46好きのチームメイトと撮りました。試合には必ず押しタオルを持っていきます。え、左下の選手、この方、ガールズ掲示板にも書き込み届いていました。現役の選手だそうです。すごい。この送ってきてくださった方が黄色いパンツの、すごい。日体大フィールズ横浜。日体大って、なんかすごいとこでしたっけ。そうですよね。今なんか誰かの笑い声聞こえてちょっとなんかやばいのかなって思っちゃった。すごいってことですよね。そうなんだ、すごい。これガラスを割るのタオル、私初めて見た。ホーム試合ではガンガン欅坂46の曲を流していくぜ。すごいありがたいです。ほんと世間知らずなんで、すいません全然ついていけてない。でも応援してます全然説得力ない、これほんとすいません。でも本当に応援してます。続いていきたいと思います。3枚目、大阪府14歳女の子、北ムーチョ。先日中学の修学旅行に行きました。友達とお揃いの T シャツを買ってみました。ナンクルナイサーレンジャー、ちなみに私は緑です。すごい、ナンクルナイサー沖縄。沖縄か、いいな。沖縄へ全然行けてないから行きたいな。すごい、ナンクルナイサーレンジャー。そっか、青、水色、緑、オレンジ、赤、いいな、行きたいなって思います。二人せぞ二人せぞ春夏で、この曲は欅坂46で二人セゾンです。
この時期は修学旅行の生徒が多いみたいなので、いろいろ写真が届いてました。その辺の写真も写真部のサイトにアップしているので、ぜひ見てみてくださいね。ね、手紙が届きました。平手ゆりの様、雨にも負けず梅雨にも負けず今月もやってきました。どうも私です。先月写真部の活動の一環として、私が遠山校長にお願いした4日間の密着取材を覚えてますか？覚えてます。インスタントカメラの映るんですを使って女子クラよかった女子クラスの授業風景を撮ってきてほしいと頼んだのですが、あの時に撮った写真が出来上がりました。遠山校長の写真の腕前はいかがでしょうか？この写真はガールズロックスの放送機後ダメだ、放送後期、え、合ってる、あ、放送後期にドバッとアップします。写真部の部員そして生徒の皆さんもぜひチェックしてみてください。初めて見る、丸かぶりじゃん。あ、映ってる。あ、映ってる。あ、ピースしてる。あ、嫌がってる。あ、隠してる。あ、私の顔。あ、顔だ。あ、そう、これ校長からもらった桃のおまんじゅう。美味しかった。あ、でもなんかすごい。めちゃめちゃ寄りじゃないですか、これ。あれ？これなん？あれ？これって。私が自分でやったやつ？すっげえ嫌そうな顔してる。あれ？校長、なんで校長が映ってるの？あれ？私が撮ったっけ？校長が映ってる。すごい。でも、でも私も写真下手だからな、何にも判断できないけど。これどう判断すればいいんだろう。でも基本私が嫌がってるのにもかかわらず結構顔映ってるからすごいなって思う。すごいです。ありがとうございます。平手ゆりなのガールズロックスでは写真部のみんなからの写真、おすすめのカメラアプリなど何でも自由に受け付けています。メール、掲示板、番組ウェブサイトへはすべてこのアドレスから。www.tfm.co.jp/ロック、ロックのスペルは LOCK、 鍵のロックです。というわけで、私とはまた明日この教室でお会いしましょう。欅坂46の平手友梨奈でした。おー。